エコスポーツ TV をご覧の様どうもレジェンドシリーズのニューモデルが出るのがとっても楽しみにしていたフットボールスタジアム良ら勝ちです。ということでもちろん今日はです、ね、このレジェンドのエリートの AG プロ対宝の AG ですね、はい、と HG こちらのご紹介をさせていただきます。ということで早速こちらに準備しております。はい、まあ一見まあ、まずですねすいませんこのカラーリングから ですが、まあ、見ての通りホワイトベースにメタリックブルーということでまあ、非常にシンプルなんですが合わせやすくて飽木、まあのこないカラーリングじゃないでしょうかね。はいということで、まあ、一見変わりありません右が HG なんで HG スタートクリアですね周りが。はいで、えー、左手が a g スタートこちらを組み合わせることでもう 持った感じがもう軽いですちょっと早速重さを測ってみましょうかね 1G からです25.5センチ260グラムまあまあこんなもんですかねで、えーと AG ソールはい、こちらも25.5センチ210グラム結構軽いですね。ナイキのスパイクまあ今までのこのレジェンドシリーズでは FG は当店扱いなかったんですが AG 入ってきたことで と軽いですねまあ人工芝なんではいまああの余計なその突き上げとかはないんですねこのソールで軽さがプラスされましたということで私ちょっと履いてみたんですがこれびっくりですね右足が HG ソールで左足が AG ソールなんですがちょっと分かりますかねもう完全にあの正直履いた感触は全然違います HG ソウルの方がまあもうかなり幅がもともと広いんですけど日本モデルというかですね日本規格で AG は多分海外規格なんでまあ完全に細身に作ってあるんで、まあ、これ間隔ですけどね 3E ぐらいの HG がでこっちは E とか D ぐらいの間隔じゃないでしょうかなので今まで HG のエリート履いてる方が同じサイズ履いたら完全にちっちゃいと思いますね サイズ感がこのも細さが多分見た感じでも全然違うと思いますねなのでもし AG を買われる方は是非店頭でしっかり履き比べてはいサイズを選んでいただけたらなというふうに思いますということで待望の AG スタッド入ってきたんで是非ですねあの即数もたくさん今ならサイズ揃ってますのでお早めに見に来てもらえたらと思いますはい以上今日は レジェンドシリーズのえっとエリートの ag と hg のご紹介でした。以上です。さよなら。